アイラインをちゃんと引いてみたんですよ。あと黄色いアイシャドウしてます。昨日より分かりやすい気がする。どうでございましょう。さっきまでちゃまと遊んでたからくしゃみ出そう。アイシャドウ、ほんと分かる？分かるかな。しなくても黄色わかる。マジ？あれです、あれなんだっけ、トーン。シャツさんと話してるみちを見るのが幸せです。ありがとう。いやー、ね、当てたかった。サインとかシャツさんのサイン色紙とかごめんよ。そうそうそう、ノーアームズ髪伸びたね。でしょ、今日の巻き方好き。テテンティのアロン、私ボアジャケット欲しかったけどもう売り切れてて、あとアロマキャンドルとも欲しかったけど売り切れてるし、ポーチも欲しかったけど売り切れてるし、あとピックはまだあったけど、ピックだけ買うのもなって思ってどうしようってなってる。ロング好き。本当？実は結婚してましたとかはやめてる。愛子さんびっくり。みちだ、みちです。アロマキャンドルね、脱いだらなかなかクセ強な洋服です。ウルフはちょっと封印って感じかな。みつきちゃんはさくらんぼが好きです。ラグビー選手みたいじゃない？ラグビー選手だっけ、なんかアーガイルじゃなくてなんだっけこれ。おー、トス、トス、ピーチ。今日はアイラインちゃんとしてるんですよ。どう？ボアジャケット欲しかった。会場行ったら買えるのかな。黄色いアイシャドウどうなんだろうって思ってたけど、あ、本当だ、わかりやすいわ意外と。どう？前も来たことある。去年来てましたね。うん、来たお。マジか。黄色いね。似合ってんのかわかんないけど。ボアジャケットって何？ポワポワしてるジャケット、上着。ボアっていう素材の上着です。ボアってなんて言ったらいいんだろう、モコモコみたいな感じ。画面強くないよ、ありがとう、嬉しい。
つもよりやっぱ目がでかく見えます。アイラインしてるからかな。パズちゃんがツイッターに載せたあの画像なんですか。なんですか、見てない。目大きい、本当全然わかんない。マジ。何載せてたの。パセ。パセリ。なんでこれが私ってわかるんですか？流れでわかるのか。すごい。ご飯食べたけど。いい感じですね。季節によってちゃまげ、ちゃまげ季節によってちゃまげって生え変わる、変わるのかな。変わってると思う。常時抜けてるけど。こんばんは。化粧も綺麗、今日のメイク継続したし。そんなに、そんなに。アイラインちゃんと引こう。色味もあるんですかね。今日チークの色もちょっと違う色にした。口も最近では濃いめにした。目は黄色いし。そんなにいろんな多数の方から言っていただけます。今まで引いてなかった、あの今まではここだけだったんですけど、今日はこうちゃんと全部引きました。ガリオパでお元気してますよ。ホッティーラン、ちょっとツイートしますね。
ケフェスが近づいてますね。あのサケフェスの 3D ポスターすごいよ。ちょっと明日にしようかな。ツイート難しかった。 3D のやつツイートしていいのかな、角度によって変わるのすごい。睡眠時間どのぐらいですか。どのぐらいやろ。最近はお布団に入ってからがめっちゃ長くて、ほのたんのはねトレーディングカードじゃない、なんちゃらカードなんですけど、会場限定の 3D ポスターを、中身見せていいのか、誰か見せてました。こんばんは。みちは結構文章ねって書く人、ねって書く人かも。肌に悪い。いや寝れないんですよ。寝たいけど今までそんな経験があんまりなくて、寝ることに悩んだことなんて全然なかったんですけど、最近布団に入っても、はあ、眠れないみたいなことが続いて、どうしよう、どうしたらいい。普通に ST 公式がツイートしてます。あ、本当？あの動画よ、動画で見せてもいいのかなって、動画を載せてもいいのかなっていうことでございます。ホットミルクティーで、うん、タイマスクね。こんにちは。ポスターも気になる。あ、ポスターすごかった。あのあれだった。3D なのかな。なんか
目線が追いかけてくるみたいな感じでした。日的にベストの睡眠時間って何時間？めっちゃすっきりするのは3時間でも3の倍数が自分的にはなんかちょうどいい。鍋やつさんです。睡眠鍋やつ。今夜見に行こうよ。でもあの人生長生きするのは7時間睡眠ですって。私は長生きしたいと思ってるので7時間寝たい。本当はね難しいよね。寝れますよって言われたら永遠寝れる。歌いませんか？歌ってほしいです。何を歌いましょう。3時間って午後頭回らんくない？あーそうなんかな。確かにうん。100歳まで行きたい。フラ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 ミンゴ。リアル視聴本当にこんなに見てくださってるんですか？本当に？だって本当に2000人も？長生きしそう。本当？なんですけど、あのさ、白美人は美人は白名みたいな。白名じゃなくてなんだっけ。短名？白名だってます。あ、合ってんだ。長生きしそうってことは可愛い方ってことか。はい。今日まつげまつげ。そうなんです。ぼちぼち。すごいポジティブみたいな自分で言うかね。こうやってポジティブとはどうすればなれるんですかっていう脳内の変化を皆さんに見せて、皆さんにもポジティブになってもらおうというポジティブ魂を布教していこうっていう、知らぬ間に根付いて根付かせていこう、種を植えているんです皆さんに。どうしてまつげバチバチにキープ？あげる、まつげの下地塗る、まつげのマスカラ塗る、あげるでこうなりますよ。下地がケイトだったかな、あの白い四角いやつで、マスカラが
ヒロインメイクです。涙袋を書いてる。そうですね、書いてます。ネガな場合勉強になります。そうよ、ネガティブってね。まあ、いいこともあるんだと思うけどね。すごい気に教えてくれてありがとう。私キャバって。そうなの、韓国のやつとかでよく使わはるの。でもリップとチークとファンデーションは韓国のやつ、それ以外は違うかな。今日は夜顔なんでだろう。チークとかリップのいい色がいいのかな。黒髪になんか溶け込んでんのかな。明日インナーカラスだけど何するか迷ってる。いいな、インナーカラー悩ましい。お互いになってだんだんポジティブな性格に変わってたる。ほんま？目が生えてきよるね。ちょっと笑ってくれるだけで、あ、多分俺のこと好きやってなるくらいには最近ポジティブ。あ、やばい、笑っちゃった。やばいやばい。見てるドラマ、ドラマもうみんな終わってってない？一応タクに慣れてないのでポジティブほど遠い。あれりゃ、目の前の女の子にレスしてるのを自分と思い込めた。それは難しいよね。こちら側もなんか難しいと思ってるよ。どちらにも送ってるつもりではあるんですけどね。4日の僕は申し込んでしまった。お、 STU2022 年、2022年の ST 初めてが4日なんじゃないですかね。 STU2022 年の ST の初めてを皆さんと公演という形で嬉しいですね。まあそれが最初かまだ分からんけど、もう沈んじゃったよ。ライブ中は脳内パラダイス。なんだっけ、脳内パラダイスの楽曲。お兄ちゃんコレクション、お兄ちゃんコレクション。あ、これ違うやん。初めての印象はか、マリアマリアマリア。まだ見てないのに、あ、ごめん。でもよ、どうなんだろうね。今日好きや。明日は吉野家。最近道不足だから横持ち込むから。ぜひ。絶望はじゃあ
スじゃないかここで立ち上がれ夜が明けるよよよよよハーモニカよよ松屋気になりつけたかな私まだ色厳選全然やってない色厳選で止まってますでしあさっての次の日のことはなんていう？ししあさって。おととといの歌詞を手書きしてほしいやってるよインスタでみちゅって一人で歩いてると歌を口ずさんでそうだね今日ずっと歌ってましたあいみょんさんの曲どんな歌だっけあれご飯食べたんですけどそこではなんかさっきまで聞いてた全力少年が流れてたんですよラジオでで、えさっきまで聴いとった曲やんってなってで薬局に行った時はあいみょんさんのハートを聴いてたんですけどあれなんか二重で聞こえるなって思ったら店内でもあみおさんのハートが流れててでもさ別にさ全力少年もさもうすごいねすごい大人気な曲ですけどさ常時流れてるわけではないやんたまにそういうエスパーデーそうめっちゃエスパーデーでした今日びっくりしたなんか私のために流れてるって感じだった今日誕生日あちょっと待って福川金次郎さんちょっと待ってください昨日の場所にあるわゲームを見習って言ってる人いて一人で喜んで嬉しいちょっと不安だったからあれありがとうございます徳川金次郎さん徳川金次郎さんお誕生日おめでとうございますよっよいしょ徳川金次郎さんおめでとう。よん。アンコール。徳川金次郎さん。お誕生で切れる。おめでとうございます。なんでやねん。積み上げたものぶっ壊して見つけたもの取っ払って幾重に重なり合う描いた夢の放物線さくらんぼデザインは前の流行りですよねきっとわかんないけどずっと流行ってるのかもしれない今日のまつげを好き今日まつげめっちゃ褒められるお風呂でもよく歌うのなんか
風呂でよく歌ってたんですけど怒られてダメって言われました。2位になっちゃった。1位誰だろう。ていうかどの中での2位なんでしょうこれは。私は STU 内でってことなのかな。え、1位をダリナさんなの。あら、そりゃ負けた、そりゃ負けだ。いや、夜よくお風呂をさ、この配信以降に入るからそこで歌ってたら夜響くでしょって、うん、近所にご近所さんたちに、なんか普通に8時とか9時とか10時とかにあの入ってたんだったら皆さんの生活音がしてるから目立たないけど、もううおめっちゃ光った。もう皆さんが寝てる時にそれをやったらもう響くんだよ。言われました。あのゼストのリトリニティを練習してる時に怒られた。誰もなくて強くはなくて抱えきれないのないがを練習してたんですよ。出るか出ないか。ほいでまあさ大きい声出したらさ、ん、高い声出しそうと思ったら大きくなっちゃうやん。でもね、勢いのある曲だし地声で出したかったから練習してたんですよ。したら怒られました。響くよって。なんでわざわざお風呂で歌う。お風呂の方が自分の声がちゃんと聞こえる気がするからかな。さっきから不思議な音がする。重低音そういう時はどうやってポジティブに捉えるの。ああ私の声、私の声量ってそんなにすごいんだなって捉えます。自分の声が反響して聞こえるから練習に最適じゃないですか、お風呂って。だからお風呂で歌っちゃうんですよね。ここで歌うのと全然違う。マイキャンプとして山にないもん、家に。夕暮れの街角覗いた喫茶店、時間帯で怒られました。自分の声を聞くのが恥ずかしいってことはない。俺めっちゃあるけど、なんかね自分の声ね、こう自分で喋ってるよりあの録音したやつとか聞いた方が自分の声好きです。こう今喋ってる声と全然違う。なんか
でも引くって思う時もある。天の声やって自分の声ってこんなんなのかとなる。天の声やったことあるんですか？どういう人生で天の声をやる時があるの？ね、自分大好きじゃないよ。恥ずかしい？でも恥ずかしいのかな。ラジオとかイヤモニしたりして、イヤモニっていうかイヤホンして喋ったりしますけど、そっちの方がいい。自分の声、今の声は電話して、確かに電話もねあんま好きじゃない。ギターアンプは家にあります。オンラインイベントの試験、ああそれで天の声したの。ラジオの声めっちゃいいです。今も良きです。そうそう、でも自分アイドルやってみちゃ平気よね。いやそんなことない。声のお仕事したい。声優なりたい。自分が喋っとるこういう感じではさ、自分の声ってさなんか低いっていうかさ、なんかそんないい感じにはさ聞こえんけど、なんか皆さんが言ってくださるにはさ、あのなんか言ってくれるやん、眠くなる声とか。そうでも自分ではそう思わんから、そうなんだって、声やったことあるんですけどね、唐揚げあげたくおしゃべり唐揚げあげたくんで、留守番にメッセージ残すの苦手。残したことないかもっていうぐらい無理。ウェブ会議の録音声聞くと自分いい声だなってなる。かわいい。好きなキャラクター、なんかな、自分の声で眠くなることないでしょ。逆にありますか？自分のこと好きでも嫌いでもないし、好きなところも嫌いなところもあるけど、でも自分を愛さなきゃ人を愛せないってみおちゃんも言ってたので、それはなんかああ確かにって思いました。確かにとは思ってないけど、ああそうなんだ。話すテンポが好き、私ね、ね、自分も愛さなきゃ人も愛せない、ドゥルドゥル。そうそう、髪切る話は一個も進んでません。ボクボクしてるダンス覚えたいんですけど、大好きな人、とか、みちは可愛いから自分を愛せるよね。でも可愛いって思ってないよ。メイクしたらマシですけど。
まあ、結局は好きなのかもしれないですけどね。自分で自分のこと、結局実際嫌いとか言いながら好きなところは何かしらあるんじゃない、みんな。欲しいですね。学校では全くモテませんでした。今日のメイクのポイントは黄色。唇をブルブルにしようとしました。好きな声の方、自分の評価は低めになってしまうやつ。でも素敵なことだよね、きっと。それもなんかもっといいんだよって周りは思うけど、自分に厳しいってことでしょ。学校だと静かそう、うん、静かだった気がします。モテのもの字もない人生でしたね。ひえん、うん、ありがとう皆さん。でもそんなことないよ。それでは壇上を読みます。黒点懐かしい。13位ライザンさん、12位エムケンさん、11位マサジさん、10位ブルーさん、9位坪井ゆうすけさん、8位ホジェさん、7位長谷川さん、6位マサさん、5位中原さん、4位ヒヤコさん、3位ホーポンさん、2位自分のこと嫌いでも生きるしかない、生きてたらいいことあるさ、そして1位はドゥルルルジちゃん、トラッキーさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルジちゃん、マモルンさんでした。ありがとう、ラッキー。それでは皆さん、また明日お会いしましょう、うん、またお待ちしております。週の真ん中頑張ってください。またね。魔法の言葉、また明日。